エイドリアン・クラークソンエイドリアン・ルイーズ・クラークソンは第26代カナダ総督。エイドリアンは本人が母語とする英語での発音で、もう一つの公用語フッツ語での発音ではアドリエンヌに近いものとなる。香港系カナダ人で中国語名に語コーリエダがある。史上初のアジア系総督で女性としてはジャンヌソーベ以来の二人目の総督となった。 1939年香港に生まれた。両親とも中国人で、父の名は小秀とし、関東正代山形を祖籍とする客家である。太平洋戦争で香港が日本軍に占領されたため、1942年難民として家族でカナダ・オンタリオ州に移住した。そのため関東語や発火語はそれほど話せず、母語は英語である。 1960年トロント大学トリニティ、カレッジ英文化を最優秀で卒業。1963年度、大学政治学教授スティーブン・クラークソンと結婚した。同大学で修士号取得後、フランスソルボンの大学留学。1975年離婚している。2児は夫型で養育した。長年 T.E.B. キャスターとしてカナダの放送会で活躍し、 著名文化人となった。1984年からカナダの作家で哲学者の JR サウルと同棲1999年正式に結婚している。同年カナダのジャンクレティエン首相によりカナダ総督に指名され、元首であるエリザベス2世の承認を受けた。精力的にカナダ各地に出向いて国民と会い国外への公式訪問もこなしている。 カナダ在住中国人からは同胞にあまり関心を示してくれないと批判もある。任期は2004年秋までだったが、当時のカナダ内閣は少数与党で政局の混乱も予想されたため、退任延期を予防し、エリザベス2世の許可の下、任期は1年を延長された。ポール・マーティン首相により正式に公認の総督に、ミカエル・ジャンが任命され、 クラークソンの任期は2005年9月26日で終了することになった。ありがとうございます。